はい、こんにちは、まやちゃんねるまやはやです。今日はこちらとこちらですね。スナックワールドのジャラステスターターセットとカードアルバムです。はい、こちらですね、筐体で出てるジャラステっていうですね、スナックワールドのゲーム、うん、これの、スターターセットですね。はい、で、こっちはカードをしまうためのアルバムですね。はい、じゃあ開けていきましょうか。うん、はいはい、よいしょ。これが遊び方ガイドが入ってましたね、うん、これに従ってやればいいんだ。そしてセブカっていうのが入ってました。セーブカード、そう、セーブカード、名付けてセブカ、そう、すごい。で、なんかね、本当にカードっぽいデザインになってますね、うん、セブカエクスプレスで、アメリカエクスプレスのバックってやってるこれで、ここに3枚あるのが、下がモンスターカードで、上が宝くじですね。宝くじカード、宝くじを読み込んでプレイすると、ゲームの最後に宝くじの抽選ができますって。おぉ、よいしょすごいポケットの数だけど。本当だ、80枚収納可能だって。80、すごい。で、しかもこれね、なんかビニール製になってて、うん、濡らしても大丈夫そうだね。ちょっとぐらいね、水がくっついても大丈夫、うん、中のカードはまずいけどね。おー、なるほど。ちょっとじゃあやりに行ってみようか。はい、ということで行って帰ってきました。はい、あのね、面白かったね。うん、うん、で、早速ですね、3枚カードをゲットしてきたね。はい、はい、1つ目に出たのはこのキノコってやつね。レベル1だったけどね、うん、ただ今回この何、フィルムみたいなカードなんだね。うん、クラッカーはこんな風になってて、で、表側結構ねキラキラしてるんだよね。うん、はい、それとアンデッドとナイトメアっていうのも出ましたね。うん、アンデッドはレベル4で、ナイトメアはレベル5でした。うん、はい、こんなやつが出ました。はい、それで今日ゲットしたカードにこの宝くじがね、それぞれついてきましたね。うん、こう面白いね。よかった。これね、やった翌日から使えるのよ。うん、だから、また来させようっていう、こういうやり方なんだね。うん、あ、面白いね。うん、これは明日もやりたくなるね。そうだね。うん、うん、そうなんだよね、うん、うまいことをやってますね。うん、で、今回このジャラ、ああ、そうだね、このホルダーすごい良かったね。うん、腰に本当に下げてカチャっていきましたね。うん、うん、で、ゲーム自体はジャラとスナック6つ、うん、こう真ん中のこうね、うん、サークルに入れてこうジャラで回すから、うん、だからちょうど今3つはめてたんだけど、これで良かったね。そうだね、これとあとはスナック3つ、この中から使いますね。はい、このスナックとジャラがこのジャラ捨てでも使えるから、なかなか面白いね。うん、うん、で、今回の一段のこの宝くじの一等賞、うん、シャドウジュエルソードってやつらしくて、うん、これね、このジャラ、これ欲しいよね。うん、なんで、まあうちらはしばらく忙しくなるね、ウィシュキングの超進化一段とジャラステ、はい、ガンバライジングもやるから結構大変になりそうだけど、うん、はい、そんな感じでございました。はい、ということで今回はジャラステスターターセットとカードアルバムでした。はい、ということで今日の動画が面白かったのとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。